はい、で今日はさっき YouTube 見たら暗い画面になって変な顔してんなこの人と思ったら自分だったんですけど、で今日やりたい方はな、今日はねすごいなんか夢を見てさ、なんかカニになる夢だったんですけど、このなんかその中にね、中のストーリーでパンツの中にさなんか変なものが入ってて、で俺朝起きてちょっと確認してみたら本当に地球グミがさパンツの中に100個ぐらい入ってたんですよ。ちょっと生温かい温かい。このね、地球グミ入ってたんですけど、なんで今日はね、この地球グミをね、ちょっとたくさん食べたいなと思って100個ね、朝っぱらから。いやー、食いたくねー、普通に。あ、ちょ、痛い痛い。今回はね、冗談だけ寝起きなんですけど、ここに寝てたんだよ、さっき。足上げて寝るといいよ、結構なんかね、血流が良くなってね、顔に血が寝そうな、顔がパンパンになってね、タオパイパイみたいな、おっぱいパイ。行ってきまーす。キッチン、いるよ。なんかさ思ったんだけどさ、眠い、超眠たい。俺なんか寝起きでさ今さこの横見てみたらさ、なんかさ変な風に思っちゃってさ、ちょっとなんか気持ち悪いというか、結構ね夜遅くさ寝てしまって、今日の朝すごい早く起きたんだけどね、結構ベリ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 さん、やったー、あ、やばい、これ外していいのかな、これって嘘でしょ、ちょっと待って、まあいいか。今日はね、早速ね、もう剥いていくんですが、違う下ネタじゃなくて、普通に。久しぶりすぎてさ、でも結構美味しいんだよ。なんかね、美味しくないんでしょみたいなこと言う人がいるんだけど、なかなか美味しいから、もう何言ってんのかなと思って。あ、でもね、結構ね、口直しのものはね、必要っすね。なんか、結構まずいんで。はい。ちょっと一個食べちゃう。あ、やばい99個になっちゃったじゃん、今ので。てめえ何してんの？今日ね、これあるんすよ、これ。やばくないこれ。西松屋じゃないからね。西松屋で買ってきたわけじゃないから、赤ちゃん、哺乳瓶みたいでデシベル。ちょっと、シーソーみたいになっててやばい。え？撮ってないのこれ。ほらほら見て。でもこれ超楽しい。ほら。あー、ほんと、これめっちゃ楽しいんだよね、これ。ねえ、もうなんでへこんでんの、そうやって。もう、ダメだって、ほんとに。すごいなんかね、ベタベタする手が中学生のさ、おでこみたいな。これさ、毎回思うんだけどさ、どんだけ着色料使ってんだろうかなみたいな、なんか着色料使ってんのかなみたいな、めちゃめちゃさ、だって青くめっちゃ綺麗だよね、本当に。あの夢の中でさ、決まってる時の金玉、なんかさ、ピクサーボールみたいなやつ入ってるんだけど、これかわいい、支配下に置きたい、これ部下にしたい、奴隷にしたい。あ、すごいすごい、え、嘘、すごいすごい、あ、何も見えない、すごいキモいんだけどさ、これで、あははははは、学校でさ、昼休みとかさ、なんか入りたいけどさ、はい、入っていいって聞けない人でさ、一人ぼっちみたいな、あははははは、俺みたい、俺だ、中学生時代の俺みたい、見てるか、おい、すごいめちゃめちゃトロピカルな卵みたいなさ、南国の卵、すごいさ、トロピカルなさ、うずらの卵みたいじゃない、トロピカル金玉、トロピカル乳首、わかんないんだけど、カルビか、あー、わかんない、こんな感じでさ、ちょっとね、完成しましたんで、しっかり綺麗にね、キッチンで食べていきたいと思います。いってきまーす、よいしょ、へぇー、斜め45度から失礼するんですけども、やっとさ料理完成した。これもう長っ、すごくね、めちゃめちゃね、いい匂いするばっかり、すごいいい匂いするんで、今日はね、甘い系じゃん言うて、これ甘い系で言ったらさ、ちょっとさ地球だしさ苦手なんですよ結構。え、ちょっと待って、この人たちどっから来てるんだろうね、なんかどっから来てんのこれ。地球だよ。あー、宇宙ね。でもやっぱり地球と言ったら、ちょっと俺が主役なんだから、ちょっと映してよ俺ぐらい。ちょっと待って、地球と言ったらさこれなんじゃないかなと思って、地球っぽいやつ持ってきましたね今日は。麻婆天津飯みたいな、あー、なんかすごくさ、地球ってか、なんか地球の終わりみたいじゃないですか、ジュラ紀、恐竜時代の食い物みたいな、地球の滅亡みたいなもんが売ってたんで、これ買いましたね。これまだ触ってしかないんだけど、食感はね結構ブニブニしてたから、なんかね、美味しそうだなと思って、地面みたいで、これ買いましたね。うん。今日のメインからちょっと食べていきますね。え、ちょっと待って。え、ちょっとスプーンしかない、これ。麻婆豆腐にはさ、普通に箸でしょ。意味わかんない。まあいいや、もうどうでもいいや。ちょ、これね。え、ちょっと待って、これめっちゃ美味しいんだけど。普通の麻婆豆腐なんだけど、山椒みたいなさ、すごいピリッとした感じがしてね、でしかもね、卵とかも乗ってるからすごいまろやかにしてくれてね、なんかね、すごくね、太陽みたいで美味しい。これですね、これ。次はなんでこんな食わなきゃいけないの、普通にさっきの朝ごはんでいいんだけど、俺、まあいいや、美味しそうなんで、いただきまーす。
うん、おいしい、おいしい、うん、おいしいよ、うん、おいしい、おいしい、おいしい、うん、おいしい。うん、地球って感じがする。アース？ガチガチ。でも普通にね、これ結構美味しいんですよ、冗談抜きで。お世辞じゃなくて、お世辞なんですけど、お世辞抜きで、すごくね、お世辞で美味しいんですよ、これ。ごめんなさい、めちゃめちゃ綺麗だと思うんだけど、ちょっと見て、これ。口の中が青い。大体今ね、4分の3ぐらい全部食べたんですけど、もうきついね、結構。ドラえもんみたい、口が。なんか出てきそう。うん。なんか今日歯がキシキシするなと思ってたら、キシリトール噛んでたコーラー？めっちゃ気持ち悪いんだけど、これなんか。うわあ！あちじゃあこの肝試しね、こっち、さっき。めちゃめちゃ黄色いよ、これ。すごくない？なんか。老後の金玉。結構まずいんですね。うん。こっちの方がね、スタンダードなやつの方が美味しい。うん。こっち邪魔だな。あ、やばい、なんか、15分、5分ぐらい前にさ、もうさ、割り箸が落ちてたみたい。まあいいでしょ、別に。3秒ルールなんで、結構。オレンジは結構3秒ルールっていうのがあるんで、いいと思う。美味しい。なんなら。これね、めっちゃおすすめ。なんでかっていうと、なんか、ご飯とかさ、すごい美味しいものをさ、より前にね、これ食べるとね、これのありがたみがわかる。美味しすぎて。おいしい。やばい。なんかこっちはね、ほんとに実家で、なんか今まで実家にさ、引きこもっててさ、いざ一人暮らししたらさ、お母さんのありがたみが分かっちゃうみたいな。そんな感じですね、これ。これお母さんだ、じゃあ。お母さん、こんなに大きくなっちゃったよ。下ネタじゃない、下ネタじゃない。下ネタじゃなくて。普通に。やるんだけど。M 字ファックだっけ、なんか M 字バンクか、 M 字ファックじゃねえよ。やっはー、ねえ、今日さすっぴんぴんなんだけどさ、大丈夫ですか？肌荒れしてない？やばいよね、隠せてないよね、大丈夫かな。うん、うん、飲み物本当に。コーラ、牛乳。でもたまになんかね、卵の殻みたいなやつが入ってんだよね、結構。これね、結構まずいですね、これは。なんかこっちと比べると。うん。こっちがね、だいたいさ、100点中さ、30点満点じゃん。こっちがね、多分。めっちゃきつい。めちゃめちゃきつい。やばいし。めっちゃきつい。やべ、飽きそう。あ、気持ち悪い。キモ。あ、気持ち悪い。はい、気持ち悪い。キモ。こっちで一緒に食べてみるよ。すごいまずい。歴史的まずさ、教科書に載っていいと思う、これ、本当に。地球グミの変って。でも、まあ、まあ、なんかこのね、酸っぱさと、こっちのね、まろやかさというかがマッチして、結構美味しいですね。案外、くっつきやがってよ。おい！してんだよ！普通。こっちの方が美味しいかも。
完食。あ、間違えた、完成。もう食えないっす、これ。冗談抜きでやばい。何個食べたんだろう。1、2、3、4、5、6、7、14。なんで、だいたいね、96個食ったんか。自信とか多いじゃないですか、最近。保存食としていけると思うんで、しっかり綺麗にね、食べていきたいと思います。キュキュしまーす。あらうっしゃ。あらうっしゃ。